ツフォーカス。株式会社ナポレックス、フィズ、車用電波時計の紹介です。時間合わせ不要、正確な時間を自動受信、いつもぴったり電波時計です。裏面にこのように電池を入れます。そして蓋を閉めるんですね。そうすると今こちらにですね、この電波マークが現れます。そして今受信している状態です。でこの受信のマークがですね、フルになった状態で電波受信完了なんですね。この状態で受信完了です。このようなケースがついてます。カチャッ、こういう風にはめます。今回はですね、このステー自由に曲げたりすることができるんで、これでつけてみたいと思います。はい、貼り付けました。このように今ステー取り付けてありまして、裏面両面テープになっています。取り付けの際にはこの取り付け面ですね、取り付け面よく拭いてください。よく拭いて取り付けることによりしっかりとくっつきますので。株式会社ナポレックスのフィズ車用電波時計の紹介でした。